高山は旅行会社に入社後、旅工房の創業メンバーとして設立に参画。設立早々にして厳しい現実を目の当たりにする。設立して取引先が少し来て会社がスタートしました。でもう全然売上が上がっていかない。で経費がかさむ。で資本金1000万でどんどんお金がなくなっていく。で先輩社員が1人辞められました。で、4人になりました。まだ業績悪化します。でこのもう1人が辞めました。でその常務だった社長さんと下請けの僕ら2人の3人だけになりました。それでも会社はもう効かない。で会社は畳むって言い出したので。しかし高山はここで驚きの行動に出る。僕は会社買うっていう感じですね。僕の相棒と2人だけで社長が辞められたんで、2人からスタートしたっていうのが26歳ですね。25で会社を作るっていう志が忘れてないっていうとこが一番大事ですね。だから環境的な外部環境で揺れ動くのはまあ仕方ないんですけど、そこにぶれない意思を持った方は多分僕も他の経営者たちもあったのかなっていう気がしますけどね。2001年、旅行業にとって大きな痛手となったアメリカ同時多発テロ事件が起こった時、高山はこれをチャンスだと捉えた。事務所30とか引っ越したんですよ。逆に事務所引っ越すよ、拡大したんです。でそこから新卒採用を始めました。だから人と真逆のことをやったっていうか、7万円のオフィスですから、トイレも和式でお湯も出ないんですね、水が。それが普通の空調のエレベーター付きの洋式トイレの事務所に引っ越したのが、その2000同時多発テロが 9/11 って言われてるので、9月11日ですけど、引っ越したのは12月ですね。新卒を取って事務所3倍に引っ越しして、みんなが業界全体が大変な時なので、今だったらこう下克上じゃないけど全部が分布図が変わるんじゃないかなと思って攻めたって